ルイ・ヴィトンとヒラの仕様の衝撃的な融合。彼の存在がブランドにもたらす異次元の変革。時折、ブランドは特定の著名人を象徴として選び、その選択がファンとのつながりを深め、ブランドイメージを向上させることを望んでいます。その中でも、日本のファッションシーンを牽引し、グローバルにその名を轟かせるヒラの仕様が、世界有数の高級ブランド、ルイ・ヴィトンの一員として輝いています。 ルイ・ヴィトンは、平野の仕をブランドの代表に選ぶ前に徹底的な研究と評価を行いました。その結果、彼の存在はブランドの高級基準に見事に合致していることが証明されました。彼がシンガポールから帰国し、ルイ・ヴィトンとのコラボレーションを果たす一方で、2024年春夏ファッションウィークに出席するなど、フランスでその存在感を放っています。これにより、多くのファンがルイ・ヴィトン製品に注目し、 ショッピングの対象を変えるきっかけとなりました。購入者たちは、ルイビトン製品を手に入れた喜びをコメント欄で共有しています。その中で、ヒラの仕様のキャラクターに対する絶賛が特に目立ちます。ジョイント部分のシルバーカラーに関するコメントや、スカーフの着用方法に関する賛辞が続々と寄せられています。例えば、スカーフを結ぶことで雰囲気が一変し、エレガントな印象になるというコメントがあります。 これに対する他のファンの反応も興味深く、ルイ・ヴィトン製品に対する魅力を共有し合っています。購入者たちがルイ・ヴィトン製品に込める期待や感想は多岐にわたります。スカーフの色についてのやりとりや、その他のアイテムに対するコメントが寄せられ、商品の独自性や質感に対する期待が高まっています。平野紫仕様のキャラクターに触発され、購入者たちはルイ・ヴィトン製品を通じて自分らしいスタイルを追求しています。 彼の私物に対する好奇心もまた、商品への興味を高めており、購入者たちは彼のスタイルを参考にしながら、ルイ・ヴィトン製品をより一層楽しんでいます。購入者同士の交流も、平野史洋とルイ・ヴィトンのコラボレーションを通じて深まっています。彼らはコメント欄でお互いに声を掛け合い、ルイ・ヴィトンの製品を通じて共通の興味を共有しています。さらに、ライブイベントでの再会を約束するコメントや、 東京ドームでの待ち合わせの計画までが交わされています。平野市要とルイヴィトンのコラボレーションは、ファッションの枠を超えてコミュニティを形成しています。購入者たちは彼らの心に触れ、ルイヴィトンの製品を通じて新たな友情やつながりを築いています。これからも平野市要とルイヴィトンの新たな旅が、ファッション愛好者たちにとって刺激的で豊かな冒険となることでしょう。これらのコメントから見て取れるのは、 ヒラの仕様のファッションアイテムだけでなく、彼自身のキャラクターに対する愛情や期待が高まっているということです。購入者たちは商品だけでなく、ヒラの仕様の個性にも共感し、それがコミュニティの結束を強めています。このようなファッションアイテムを通じたコミュニケーションの場が、ブランドとファン、そしてファン同士のつながりをより深め、豊かなファッション体験を生み出しています。これは単なる商品の売買ではなく、 感動や共感を共有する場として、ファッションがますます進化している証拠と言えるでしょう。